さあ、幸せんでございます。本日はですね、社会人の平均勉強時間についてお話ししようかなと思います。令和3年の、なんか社会生活基本調査結果っていう、なんか総務省がね、統計しているデータがあるらしくて、そのね、データをこう、まとめてくれているサイトがありまして、まあそのデータをね、直接見たわけじゃないんだけれども、まあそのサイトによるとね、社会人、日本人の社会人は、毎週7分、勉強しているのが平均らしいのよ。週全体で7分だから、要は1日1分かな？で、1日1分しかね、社会人の人は勉強しないらしいんよね。さすがにね、やばいっしょ、と思ったんだけど。だからこう、よくよく見てみるとね、勉強している人の勉強時間の平均は週全体で123分なわけ。だから、勉強している人の平均で言うと、要は1日あたり17分ぐらいになるのかな？1日あたり17分ぐらい勉強してるんだけど、だけれども勉強していない、要は0分の人が、96% ということで、で、勉強している人が社会人全体のわずか 4%、それも1日あたりの平均が17分ということで、それでね、まあ、今回この、1日1分、週7分っていう、そういうね、結果につながったんじゃないかな、というふうに思いますね。で、もうこれはね、ビッグチャンスだよ。ね、もう資格マニアの私にとって、これね、ビッグチャンスなんじゃないかなと思って。やっぱこれまでさ、大体その勉強っていうのが見られる部分って、やっぱりその大学のランクだったりだとか、まあそもそもその高卒大卒っていうところもあるんだけれども、それからまあ大学のランキングみたいなのもたくさんあるよね。だそういうのでやっぱこう社会って見られると思うんだけれども、やっぱこう仕事をしていくとさ、やっぱそうじゃなくなってくるじゃん。だんだん30代、40代になるにつれて。だからこれはね、ちょっと資格マニアチャンスなんじゃないかなと思って。まあ所詮さ、大学のそのレベルのランクっつうのは、やっぱ1歳から18歳までのその子の期間頑張った。もっと言えば高校3年間でどれだけ頑張ったかによって結構ね、その大学のランクっていうのは上下増えてくると思うんだけれども、まあわずかその3年の頑張りで、まあ、今後こうずっと評価されていくのかっつったらそうじゃないと思うよ。やっぱりその社会人でね、なっても勉強を続けたやつ、そうじゃないやつで、多分ね、差はね、30代、40代、50代になるにつれて、ちょっとね、差は出てくるんじゃないかなっていう、まあ、こう、期待感も込めてね。期待感も込めて、まあ、資格マニアとしてのこの期待感も込めて、まあ、ちょっとお話をするんだけれども、これはね、資格マニア的にはこれビッグチャンスなんじゃないかなと思って、もうここはね、もうガンガン勉強していこうと思いましたね。やっぱりね、やってない人とやってる人との差はね、やっぱ大きくついてくるんじゃないかなと思いますね。まあ、皆さんね、どのタイミングで勉強されてますか？まあ、基本的なまあ社会人のさ、一日のスケジュールって言ったら、まあ朝起きて飯食って、ああ、会社行きますって仕事して、で、家帰って、こう、テレビ見ながら飯食ってビール飲んで、みたいな。ほんで、ちょっと携帯いじって、ポチポチって、ダラダラして寝る、みたいな。それが多分大まかな一日のスケジュールやと思うんだけど、そこのどっかかのこの隙間時間を使ってね、まあ、要は一日1分以上、勉強することができれば、平均的な日本人以上というか、まあ、要は勉強していない人たちがね、90何%いるわけだから、1日1分でも勉強すれば、その90何%の人間よりも、ちょこっとだけ上に行くわけだから、本当にどっかのタイミングで勉強するっていうのはね、私はね、すごいおすすめだよね。まあ、ちなみになんですけど、まあ、私がいつどのタイミングで勉強してるかって言ったら、最近ちょっとね、勉強時間増やしてまして、もうこれまでは、そのもう本当電車のね、通勤の移動時間、電車の中で、携帯でね、アプリで、勉強したりだとか、またね、携帯で、ネットでね、まあ、いろいろ過去もあったりするから、そういうの勉強したりだとか、また実際にね、テキスト開いて読んだりっていうこともしてたんだけど、それプラスアルファ、ちょっと今ね、会社のその休み時間も、こうずっとね、携帯でね、アプリとか、まあ、ネットにね、変わる過去問とかでね、勉強したりしてるんだけど、そういう隙間時間っていうのがすごい大事なんじゃないかなと思って、やっぱこういうところでね、ほんとね、下がってるなと思いましたね。たまにさ、こう、なんか電車乗ってて、携帯見てたら、なんか面白いニュースあんなっつって、そっちの方見ちゃってさ、でそういう時って、自分でもなんか全然成長してないことがわかるよね。だからそういう時でも、なんかこう自分の心を鬼にしてテキスト開いたり、携帯のアプリで勉強したりした時って、なんかね、やっぱ頭が冴え渡るんだよね。この移動時間いい移動時間だったな、みたいな。もうこれなんか中毒みたいな感じになっちゃってるかもしれないんだけど、今日の朝、気持ちいいな、みたいな。なんか、もうちょっとほんとね、若干こう中毒気味になってんだけど、もう勉強が気持ちいい、みたいな。新しい知識、また手に入れたぜ、みたいな。なんか、やっぱそういうね、隙間時間を使って、まあ私はまあ資格の勉強だったり、いろいろしてるわけで。
まあ、あと強いて言うなら、まあ、家帰った後寝る前かな。寝る前に、まあ、ちょこっとやるぐらいかなっていうの感じで、もう最近ほんと家の中でね、勉強するっていうのも土日ぐらいしかやってなくて、まあ、それもまあ、土日もね、ここ最近もうほぼほぼ毎日ね、何かしらまあ、仕事したりだとかっていうことが多いから、まあ、土日もね、まとまった時間あまり勉強はできてないんだけれども、だけどその代わりそういった隙間時間をね、もうフルに活用してね、まあ、勉強しているわけなんですけれども、まあ、皆さんはね、どのタイミングで勉強されてますかね。まあ、だからね、ほんとね、こういうまあ、小さな積み重ねっていうのがね、やっぱこの高校3年間ね、サボってきたね、私がね、他のね、サボらずに3年間一生懸命頑張ってきた人たちを、追い抜かす唯一の方法なんじゃないかなって、思いますね。低賃金のお前が何言うとるんだって話だったけれども、もうそれ言われちゃったんで、ああ、すいませんとしか言いようがないんだけれども、まあ、だけどやっぱりこう、まあ本当にちょっとずつね、勉強してね、頭が良くなっていって、それで、いつかどっかのタイミングで、自分が40代、50代になった時のどっかのタイミングで、社会人になってサボっちゃった人たちを追い抜かせるんじゃないかなっていう、そういう期待がね、持てますよね。ということで、まあ、このニュースはね、ちょっと資格マニアに朗報というような感じですよね。ちなみにその勉強している人たちの勉強する目的としては、やっぱ自分の教養を高めるためだったり、現在の仕事に役立てるためっていうのが、上位に上がっているみたいですね。で、勉強しているね、この種類なんだけれども、このパソコンなどの情報処理がかなり多いね。まあ、それ以外には、まあ、芸術文化とか英語、まあ、英語もやっぱ多いね。で、まあ、どっちね、少ないのが、なんだろう、英語以外の外国語だったり、介護関係。まあ、こういった勉強っていうのはちょっと少なめかなっていうのは感じですよね。まあ、だからやっぱ最近こういう、なんつうのかな、まあ、パソコン系の、まあ、勉強をする人が多いのかな。なんか、いろいろな、あるよね、勉強ツールがさ、プログラミングスクールだとか、そういうね、なんか勉強やってるスクールもあるし、まあそういうアプリでね、勉強できたりもするし、まあ実は私もね、ちょっと一瞬ね、いつだったかな、東京で働いた時に、ちょっとプログラミングやってみようと思って、あのね、無料でね、あのパソコンでね、あの勉強できるツールがあるからやってみたんだけど、もうね、全然ね、アッパカパーマンだったね。もう私にはちょっと向いてないと思ったね。まあ、あの大学生の時にね、IT パスポート落ちてるぐらいなんで、だからね、やっぱなかなかね、こう IT っていうのは私はちょっと不得意だなっていうのが、思いましたね。まあもちろんね、普通のね、50代、40代のね、まあ人たちに比べれば多少ね、こうまあ、パソコンっていうのは使えるのかもしれないけど、Excel、Word ぐらいは使えるんだけれども、ただやっぱそういうプログラミングだったりだとか、そういうなんか難しいことっつうのはもう本当にわからんね。なんか Java とかさ、いろいろあるじゃん。あの辺はね、もう本当に、ちんぷんかんぷんだったね。なんか一生懸命ね、勉強して、なんかこうアプリでもね、一個作れたら面白いななんてね。勉強したことあったんだけど、なかなか IT はちょっとね、無理だったね。まあ、こんな感じでさ、なんかこう、社会人の勉強って、学生の頃の勉強と違ってさ、なんか強制力がないじゃん。強制されないというか、だから自分がやりたくない勉強をやんなくていいから、それがね、私はすごく好きですね。あともうね、高校生の時とか、私、科学とかね、大嫌いだったんだけど、ほんとね、なんでさ、こんなね、難しいね、こんなぐちゃぐちゃした図とかさ、ってさ、もうわけわかんねえな、とかって思いながら、まあ、案の定ね、赤点取ったりしたんだけど、科学でね。だからほんとね、そういうなんか苦手な勉強をするからなんか嫌だなって思ってたけど、だけどさ、高校生の時私数学とか、あとは社会、地理が好きだったから、そういう授業の時はもうすごい熱心に聞いてたし、まあ物理とかもね、大好きだったから、まあそういうね、科目になるとね、なんかもうね、熱が入って前のめりになって勉強してたんだけど、だから社会人もそれと同じでさ、もう自分の好きな勉強をすればいいのよ。もしかしたらその仕事でね、使わなきゃいけなかったりしたら、もうそれはもういやいやでもね、やらなきゃいけないと思うんだけれども、それ以外の部分って別にもう関係ないじゃん。で、誰に何も文句言われないし、まあ、もちろんね、まあ私のね、あの動画のコメントにね、まあいろいろあだこうだ言われますよね。宅建取ってくださいとかね、行政書士取ってくださいとか、ね、電検取ってくださいとかね、もうね、そんな簡単に言うなよとかって思うんだけれども、まあだけど、まあそういうのは言われるんだけど、まあだけどそれはまあ私 YouTuber やってるだけの話であって、もしやってなかったらその誰にも言われないから、本当に私が好きな、自分がやりたい勉強だけやってればいいから、それがやっぱね、社会人として、社会人として、資格マニアとして、すごく楽しい、時間なんじゃないかなと思いますね。まあ、ということでね、私はもうこれからもね、視聴者のね、皆さんの、まあ、コメントで、まあ、いろいろ、これ受けてくださいとか言われると思うんだけれども、まあ、そこにはちょっとこびずにね、自分が取りたい、自分が勉強したい、ちょっとこれ興味あるなっていうところに関して、まあ、勉強していこうかなと思いますんで、
だからなんかこうね、せっかくコメントしてやったのにこいつ全然この資格受けねえじゃねえかとかってね、まあ思ってもいいけど、まあそんなもんすよ。私なんて別にそんなね、超人でもなければね、河野玄斗みたいにね、超絶頭いい人間ではないんで、まあやっぱりね、私自身の能力がそこまで高いわけじゃないから、やれることにはね、限界があるから、だからまあみんなの期待にね、全てに応えることはできないんでね、まあそこだけはちょっとね、ご了承してくださいって感じなんでね、偏差値42をね、水産大卒業生ということで、頭はね、全然良くないんでね、まあ私、早稲田とかさ、慶応とかさ、頭のいい大学の出身だったらさ、お前な、そんな早稲田卒でそんなもできないのかってさ、今全然ね、言われてもまあしょうがねえかなってなると思うんだけど、だけど私はもうほんと偏差値42っていうのはもう、パス並みで出ちゃってるから、だからもうみんなもね、これ以上何もね、言えないんじゃないかなと。もうグーの手も出ないね。もうしょうがないじゃん。俺頭悪いから、みたいな。頭が悪いながらも、まあ一応ね、努力してね、勉強してるよって、ただそんだけの話なんで。そこはね、ちょっとみんなにね、あーだこうだ言われる筋合いはないというか、多分ね、私の動画にコメントしてくれてる人たちの方が、私よりもね、頭のいいね、学校出身者から多いと思うから、だから、多分みんなの心は、あーこいつ頭そんな良くねえから、まあしょうがねえな、ぐらいにこうで許してくれるだろうから、まあ私はね、ここまでは生きながらえてるわけなんだけれども。まあ、ということでね、ちょっと話がね、大幅に脱線しましたけれども。まあでも要するに、まあ社会人のね、勉強時間が、週7分。1人、1日1分だけっていうことで。で、勉強してる人たちも、所詮1日17分だけというところで、やっぱね、1日30分、1時間勉強して、そういうね、小さな積み重ねっていうのがどんどん積み重なって、最終的に、まあ、80歳になった時に、ああ、わしやのーっつって、若者にね、わしの時代はのーっつってね、言えるようなね、いい老害になろうかななんていうふうに、思いますね。まあ、ということでね、もう、出身大学だったりね、まあ出身学歴っていうのはもう変えられないから、これはもうしょうがないから。だからもう社会人だって、まあ少しずつ勉強して、まあ周りに差をつけていくというところで、まあそれがね、いいんじゃないかなと思いますね。はい、まあということでね、まあ本日の動画は以上になります。まあぜひね、皆さん、最低でも1日17分以上は勉強しよう。ね、私もこう、それはもうノルマとして頑張りますわ。はい、ということで、以上になります。それじゃ、バイバイ。いいです。はい。